はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、久しぶりのウツボカズラ会、どんな葉っぱが袋がつきそうなのかっていうところをお話していきたいと思いますので、なかなか袋つかないなって方はぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それでは早速お話していきたいと思います。はい、今回はですね、ウツボカズラの袋の、どういうつるがつくの、どういうつるがつかないのっていうのを話していきたいと思います。何言ってんだこの人って思うかもしれないんですけれども、ウツボカズラ育ててる方ならあるあるだと思うんですけれど、この状態で袋がつかないことないですか？これ多分つきますねこれも多分つくかな。これは間違いなくつきますね。はい、でこういう違い、これつかないですねこれもつかないっていうのの違いについてお話をしていこうかなって思います。すごくないこれすごくない？なんか多分うちで今一番でかい袋なんですけれど、一番最初に昔紹介してたエドワードシアナの交配種ですね。はい、なんか気づいたらでっかいのついてました。ということで、どういう葉っぱの先がこういう状態だとつかないよっていうのを紹介していけたらなって思います。はい、皆さんウツボカズラの袋の仕組みって知ってます？こう葉っぱがあって、この葉脈の中心部分からこうつるが伸びてるんですよね。でそれがだんだんこんな感じで袋状になってくるっていうのがウツボカズラの仕組みなんですけれども、中にははい、これ見てください。基本的に下の葉っぱの方が袋ついてるはずですよね。この葉っぱはついてないのに次の葉っぱはついてる、こんな状態に陥ることがあります。じゃあこの子はつくのかなっていう、これはつきそうかつかなそうかっていうと、つきそうっていう判断になるんですけれど、この違いを説明していこうかなって思います。まずこの葉っぱなんですけれど、最初から破れてたんですよ。これが虫食いなのか病気なのかちょっと分かんないですけれど、全然元気なさそうですよね。ちょっと葉っぱもなんか黒っぽいというか、少し病気っぽかったのかなって感じなんですけれど、次の葉っぱはね、こんなでっかくなっちゃって成長してるんですよね。で全長だけしか私は正直分かりません。つきそうかつかなそうか。その前兆っていうのが、つるの先が上を向き始めた時、これが一応つる、袋がつきそうかつかなそうかの判断になります。その路線でいうとね、これ上向ききってないんですよね。で先がもう黒くなったら 100% つかないって思ってもいいと思います。つるの先がね、こんな風に黒くなっちゃうんですよ。これもそうですね、わかります？黒くなっちゃう。ほら、もうこの2つついてないですよね。ただこっちはもう上向き始めてるし黒くないです。これも上向き始めてるし黒くないから、この2つは袋がつきそうだなって判断できるわけです。でも皆さん、これとこれがないこの2つだけの時ってめっちゃ怖くないですか？大丈夫この人たちって思うんですけれど、ほら次の袋はついてますてな感じで、必ずしも何枚か葉っぱが出てて袋ができてなくても、次の袋はもしかしたらできるかもしれないっていう可能性があるので、袋ができないからといってね、心配になる必要はないかなっては思います。ただこれね、葉っぱの大きさも違いますし、成長期かどうかっていうのもやっぱり関係はしてくると思います。あと環境ですね。今までこういう環境で育てたのにこういう環境にしちゃったっていう風な状況だと、葉っぱのサイズとかも変わってくると思いますし、全然葉っぱのサイズ変わりましたよね。多分これはあったかくなって成長期になったからだと思います。あとは単純に株も充実してきたっていうのもあると思うんですけれど、そういうのもあるので、必ずねこういう状態の時はつくつかないっていうのはないので、ちょっと辛抱強く育ててあげるとこんな風に袋つけ始めてくれますので、
まああまり悲観的にならなくていいかなっていうお話です。やっぱりこれも SNS とかでは結構この袋大丈夫かなって心配な方がいらっしゃるようなので、まあ、ダメな時はダメだし、いい時はいいよっていうのを覚えておいていただければいいかなって思います。これは一個今日は豆知識的にお伝えをいたしました。はい、ということでいかがだったでしょうか。ウツボカズラね、育ててると袋つかないと結構寂しいんですよね。あとやっぱ心配になったりします。まあ、結構ついたりつかなかったりするのがこの子たちなんですけれども、まあそんなのもね、気長に育ててあげるのが楽しみなのかなっても思ってますし、いっぱい植物育てるようになるとね、あんまり毎日見なくなっちゃう場合もあるんですよ。どうだったかな、どうなってるかなとか、こうこまめにこうやって見たりすると悲しくなったりするんですけれど、気づいたらこんなになってたぐらいの方が、まあ、実はね、大きい袋できたりするのかなって思いますので、まああんまりね気にしすぎず、もちろん病気の時は薬散布してあげたりしなきゃいけないんですけれども、まあ、ずっと見続けるってよりかは気長に育ててあげるといいのかなって思います。はい、この袋もね開いたらぜひ皆さんにお披露目したいと思います。これ結構かっこいい袋つけるのでね、すごく楽しみです。こっちも浜田の交配種なので、新しい袋すごい牙がね楽しみなのでね、ぜひ皆さんに見せたいと思います。もし今日の動画参考になればグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。